ダニエル・シーザーは、カナダ・オンタリオ州、スカーバロー出身のミュージシャン、シンガーソングライター、音楽プロデューサー。2014年のデビュー EP、Praise Break、2015年の EP、ピルグリムズ・パラダイスで広く知られるようになり、2017年にデビューアルバム、フロイディアンをリリース。第60回グラミー賞で、ベスト R&B アルバム賞にノミネートされる。2019年は2作目のアルバム、Case Study 01をリリースした。コーチェラで演奏するダニエル・シーザーと H.E.R. 1995年4月5日、ダニエル・シーザーことアシュトン・ D・シモンズは、トロントのスカーバローで生まれ、オンタリオ州オシャワで育った。2014年9月22日、デビュー EP、Praise Breakを発表し、ローリングストーン誌の20ベスト R&B アルバムソブ2014で19位にランクインしたことで広く知られるようになる。2015年11月12日 EP ピルグリムズパラダイスをリリースする。2017年8月25日デビューアルバムフロイディアンをリリースした。第60回グラミー賞では最優秀 R&B アルバム賞にノミネート。収録曲 Get You で R&B パフォーマンス賞の2部門にノミネートされた。第61回グラミー賞では同アルバム収録曲 Best Part で最優秀 R&B パフォーマンス賞を受賞した。2019年6月28日、2作目のアルバム Case Study 01をリリースする。第62回グラミー賞ではブランディとの楽曲 Love Again が最優秀。R&B パフォーマンス賞にノミネートされた。ダニエル・シーザーの音楽はソウルとゴスペルの影響を受けている。彼は影響を受けたアーティストとしてフランク・オーシャン、カニエ・ウェスト、ビヨンセ、ドアーズのフロントマンであるジム・モリソンを挙げている。スタジオアルバム、ありがとうございます。